本日のテーマはキャッシュレス決済です。純喫茶ペイメントの皆様にスタジオにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。さあ、というわけで早速クイズです。お、クイズ。こちらのお品書きをご覧ください。あれ、うちの店のメニューがいつの間に、はい、この中で皆さんがキャッシュレス決済だと思うものは一体どれでしょうか。シンキングタイムスタート。決済だと思うのね。これはさすがにわかるって、うん、まあそうよね。はい、タイムアップです。それでは答えをオープン。はい。あ、皆さんスマホで答えが揃いました。正解はこちらです。カード、スマートフォン、商品券、つまり現金以外で商品、サービスなどの代金の支払いをする手段すべてがキャッシュレス決済なんです。おいおい、キャッシュレス決済といったら普通スマホだろ、うん、はい、おっしゃる通り。キャッシュレス決済と聞くとまずスマホ決済を思い浮かべてしまいがちですが、実際は様々な種類、特徴があるんです。そこでキャッシュレス決済の専門家、山本先生に解説していただきます。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャッシュレス決済とは現金以外での支払い手段を指しています。ところで皆さん、キャッシュレス決済が具体的にどのように使われるのか想像できますか。商品券ならわかるわ、うん、カードやスマホはお店で他の人が使っているのは見たことあるけど、うんうん、カードは何枚か持っているんだけど全部同じような見た目だから使い方がどう違うのかわからないな。私もです。では実際にキャッシュレス決済を使っている様子を見てみましょう。はじめに駅で利用する場合です。今では駅の改札ゲートを通過する際に IC カードを利用することは当たり前になってきましたね。最近はスマホで改札を通る人もよく見かけますよね。スマホはよくわからないけど、この IC カードなら馴染みはあるな。ご存知の通り、専用の券売機で IC カードにチャージすることができるんですね。そうして使えます。スマホの場合はどうすればいいんですか？スマートフォンにも IC カードと同じチップが搭載されているんですね。だから必要な情報を登録すれば使えるようになります。またコンビニやスーパーマーケットでも IC カードで代金を支払う方が増えてきました。チャージできる金額はお店やチャージする機械によって決まっています。私もスーパーでよく使ってます。入金する額を決めて使うのでお金の管理もしやすくて便利なんですよね。私はコンビニでスマホを使うことがあるんですが、 QR コードを読み込んで使うんですよね。スマートフォンのアプリを立ち上げて、QR コードやバーコードを表示して、お店の人に見せて、お店の端末でそれを読み取るような方式なんですね。このような支払いを行うサービスをコード決済と言います。こちらもあらかじめ支払いアプリをダウンロードして、支払い情報を登録しておく必要があります。取材先の店員さんにキャッシュレス決済の利用について伺いました。キャッシュレス決済をご利用いただくとお金を扱うことがないので、釣り銭間違いなどの心配がなく安心です。レジでのやり取りがスムーズになり、店の混雑が緩和されて助かっています。無人レジ機だとさらに時間が短縮され、お客様をお待たせすることがなくなりますので、もっと気軽に利用してほしいと思います。山本先生、レストランでもカードを使って支払う人が増えてますよね。皆さんもクレジットカードの使い方には慣れてらっしゃるのではないでしょうか。はい、クレジットカードなら若い頃から使っていますので、馴染みのある支払い方法ですね。クレジットカードの場合ですが、カードを機械にスライドさせたり、差し込んだり、タッチするなどで代金を支払わないでも買い物ができるんですね。これはクレジットカード会社が消費者の代わりに代金を立て替えて払っているからなんです。だからクレジットカード会社から後から請求が来るのか。見た目はクレジットカードと同じでもデビットカードというものもあるんですよ。デビットカードって何ですか？はい、銀行口座の残高の範囲で使えるカードです。
そこでデビットカードの利便性についてレストランで食事を済ませたお客さんに伺いました。デビットカードは利用分が銀行口座からすぐに引き落とされるので、今自分が持ってるお金の中で管理できるところが気に入っていますね。デビットカード派のこの方はお金の管理にだいぶ気をつけて生活してらっしゃるようですね。デビットカードはクレジットカードのように翌月の請求を見てびっくりということがない方式なんですね。カードやスマホ使っているものは様々ですが、キャッシュレス決済には店員さんもお客さんも便利だと感じてらっしゃるんですね。皆さんどう思いました？アプリと決済口座を一度登録さえしてしまえば使い方は簡単そうに感じたわ。カードやスマホを出して一瞬だもんな。私は家でネットショッピングをするときにはよくクレジットカードを使うんですけど、今度は外で買い物をするときにデビットカードも使ってみようと思いました。ネットショッピングといえば実際のお店に行かなくてもインターネットでいろいろな買い物ができて、それは便利ですよね。はい、ネットショッピングの利用方法についてクレジットカード決済を例に利用の流れをご覧いただきましょう。まず商品をカートに入れて決済画面に進みます。次に配送先や配送方法、配送日などを入力します。決済方法の中からクレジットカード決済を選び、カード会社や番号、名義、有効期限、セキュリティコードなどの情報を入力していきます。最後に決済を確定して完了です。ネットショッピングには銀行振込や代金引き換えなどの決済方法もあります。クレジットカード決済だと注文と同時にその場で決済が完了するので、支払い手続きが非常にスピーディーです。そうなのね。クレジットカードって便利ですよね。ただ現金に比べて使っている感覚があんまりないから使いすぎちゃうのがたまに傷ですけど。そうそう、そういうところが不安なのよね。便利なのはいいことだけど、なぜこんなにキャッシュレス決済が進められているのかしら。今までずっと使ってきたんだから現金のままでもいいじゃないですか。ええ、疑問にも感じると思います。これはまず日本政府が2025年の6月末までにキャッシュレス決済の決済比率を4割まで上げていくという目標を掲げていることが前提となっているんです。キャッシュレス決済を推進する主な理由は3つあります。1つ目は世界的な情勢です。世界的に現金からキャッシュレス化への移行が進み、北欧や中国では現金を持ち歩く必要がないほどになっています。キャッシュレス決済が進むことによって来訪した外国人が日本でお金を使いやすくなることが期待されています。2つ目は経済効果です。日本は現金取引が多く、現金の扱いに相当なコストがかかっています。例えば ATM の現金の管理、小売店の現金を銀行に運ぶ仕事などにかかるコストです。キャッシュレス決済の環境整備のために設備投資が必要ですが、それを上回る経済効果が期待されています。3つ目は透明性です。キャッシュレス決済は自動的に記録が残るため管理がしやすくなることが大きなメリットです。例えばお店にとっては毎日の売上が把握しやすくなります。消費者にとってもスマートフォンで簡単に家計管理ができるというメリットもあります。さあではここで皆さんにも聞いてみましょう。キャッシュレス決済を推進することによって私たちにとってメリットとなることは何だと思いますか？フリップに書いてお答えください。どうぞ。はい、はい、それでは答えをオープン。やっぱり支払いが早く済むところかしら。小銭をじゃらじゃら探さなくてよくなることと、
ATM でお金を下ろす必要がなくなるところ。現金を触らずに済むので衛生的。さあ、いろいろな意見が出ましたが、アンケート調査の結果はこのようになっています。ああ、確かに海外旅行で両替することなくお金が使えるのはいいわね。私さっきクレジットカードはお金を使っている感覚があんまりないって言ったんですけど、カードや電子マネーを使った履歴をちゃんと見るようにすれば逆に家計の管理がしやすいとも言えますね。そうなんです、こうやって考えるとキャッシュレス決済にはメリットがあります、はい、実は僕も通販が好きでよくネットショッピングをするんですが、昔一度限度額を超えた買い物をしてしまいまして、でもそれからはお金の管理に気をつけるようになりました。なのでキャッシュレス決済はうまく付き合っていけば生活が便利になる、なかなかいいものだなと今は感じています。